めっちゃ美味しそう。美味しそう。うどん。なくなってる。え、しおりさんもさっきなったよね。なった。え、バレた。喋りながらなんかうーって言ってるから、おお。結構来てるなと思って。お腹すいとった、ね。そうよ。私。これも どちらも私ですから。冷たいのは私ね。私。常温でしょ。うん。暑いねやっぱ今日。夏日っていうことかな。でも寒がりだもんね、どっちかっていうと。そう、だからやっと心地よい季節って感じ、私からしたら。うわ、美味しそう。美味しそうよ。美味しそうよ。めっちゃ寝起きだな。ぐじゅぐじゅだ、髪も溶かしてね。うわ、なんか重量感感じるよ。このおでんは昨日の晩ご飯でも悩んで頼もうとした時にね、ちょうど店が閉まっちゃってね。そうだから7時をまたぐかまたがないかの時に、え、頼む、おでん頼まない、頼む頼まないとか言ってたら7時越しちゃって、もう店閉まっちゃって、そう頼めなかったから、今日あのリベンジしようと思ってね、調べたらあったと思って。なんかこの時期にこんな見れるのってちょっと珍しいね。あ、いい香り。だしのね。うん、ね、うん、カツオが効いてるわ。ちなみにあのこのおでんの盛り合わせ、まさかの1個買ったら1個無料、1個ついてくる。まさかのっていうか、それに惹かれて買ってるからね。そうね。あたかも、いや1個頼もうと思ったら1個ついてきたんですじゃなくて。もうそれありき。それありき。うわぁ、すごいボリューム。うん。ちょっとカレーを。しおりさんもカレー食べてね。はい。いい香り。やばい。うん。うわぁ、この何でもねえカレーがいいんだよ。よくそういうの頼んどるよな。うん、ラーメン屋のカレーとか。そう。もうなんか、ものすごくこだわった、すごいいろんなスパイスが入ったんじゃなくてさ。どう？ものすごいスパイスが入ってなくて、そういうな、なんかその子供会とか、うん、地域のカレーみたいなやつだろ。もうあのレトルトのくくれカレーみたいなのでいいのよ。でもあれ食べるとすっごい懐かしい気持ちになる。うん、あの業務スーパーとかで売ってるカレーみたいなのも好きなのよ。ああ、うん、もう具がポコポコっとちょっと見えるぐらいやろ。でこのちょっと黄土色感が出るっていうかさ、うん、薄い黄色やろ。そうそうそう。わあ、ちょっとこのおでんレベル高い。染みてる。さすがにやっぱりコンビニとかも染みてるっつっても、なんかこの芯の部分は大根だねって感じなんか、すごいこれ、うん、もうお出汁を食べてる。よく朝一でそんな言葉出てくるね。さすがよ、やっぱり起きてまだ間もないのに。カレーについてうんたらうんたら語ってましたよ、あなたも。本当？うん、そう、食レポっていうよりはこだわり。ああ、私のこだわり。うるさいわ。からしはいらないですか？ん？からしは。まあ一回、うん。一回。うん。うわ、ああ、美味しいスープ。うどんがさ、ぶっかけだから、うん、よかったかもな、こっちが汁で。そうよ。私それ考えてたわよ。失礼しました。うん、だし私、あの、あれじゃん。あの、冷たいとあったかいのコントラスト好きって言ってるじゃん。だから冷たいうどんと熱々のおでん。ほら、つけ麺の時に言ってた。そうだよ。忘れない。通ってるわ、筋。そうよ。ほんとぶれないね。そうよ。そうよ。よく出てくるワード。私とペイジャ喋ってたら、ほんまよく言われる。そうよ。味？うん。私よく言われる。そうよ。何好き一番、おでんで。でもこれはかなり好きなのが入ってる、私の。大根、卵、こんにゃく。まあ、白滝も好きなんだよ。白滝も立派ね。美味しそう。うん。なんか食べたいものが食べれてる。ペイちゃんって自分に食べたいものをちゃんと心に問いかけるじゃん。今食べたいもの、本当に何みたいな。やっぱ一緒にいるとその癖がつくね。本当に今食べたいもの何って。あ、本気で向き合い始める。そう、なんかあ、これの気分かなとか、今テレビでこれ映ったからこれ食べたいかもとかじゃなくて、本当にそれ食べたい。魂と会話するから。選ぶまでにすっごい時間かかるし、うん、じゃあうどんじゃあ食べようかってなっても、本当にそのうどん屋でいい？うん、ああ丸亀と花丸。もう私の中でうどんってなったら、あ、丸亀かな、うん、丸亀って言っちゃったけど、うんうんうん、結局その後で花丸にしたもんね。いろいろこう試行錯誤してみた結果 ね。あ、だから自分と向き合わなきゃダメなんだって、本当わかんないんだって思った。
私いつもこれなのよ。花丸うどん行ったらこの塩豚ぶっかけの温玉じゃなくて大根おろし。うわーね、懐かしカレーあれとか好きなのよ。でも私あのスキー場のカレーわかんないか。いやわかるよ、食堂みたいなところで券買ってみたいなやつやろ。そう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 、うん、食…うん、どうしよう。うん、このこんにゃくやばい、ちょっとびっくりする。柔らかい、こんな柔らかいこんにゃく初めて。すごい当たりだったね。じゃあ、うん、このおでん屋さん、うん、おでん食った後なんかちょっと光栄になるね。なんかほっとしてるか。美味しい。じゃあね、中華の後とはまた違うな。違う違う違う、中華なんてもうなんかもう出しちゃうな。うん、うん、私この白身が好き、おでんの卵の。ここのおでんすごいよかったね、出会えて。なんか、おでんの卵って噛むとちょっと弾く感じもある。あ、わかるよ、わかるよ。なんかブリンとしてちょっとそれが違う。なんか、黄身もポロ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 するで、やっぱ似てるから結構するするするよ。だからあんまり好きじゃないのよ、黄身、あのおでんの。ちょっとしっとりしてる。違うんだ。なんだこのなんか卵サラダみたいな、すごいふんわりしてるね、うん、なんかこのままサンドイッチにもできそうなぐらい柔らかい。ほんとだ、変ななんかブリンブリン感がないね、うん、塩味もね。そう、どうやったらできるの。ほくってこうほどけてくね。うん、何これほんと今不思議なの。どうしてんだろうね。でもちゃんと似てるしね、味も染みてて、ね、もう不思議すごい。ここの俺どこの工程であんだろうね、裏技が。ちょっともう一品一品が、うん、私が思い描いてたそのいつものおでんとは何段階上、何回もなんかちょっと、うん、上、うまい、うん、頼んでよかった。うん、うん、ちょっと驚き、おいしい、おいしすぎる、うん、チェーン店、うん、とかじゃなくてその個人のお店とかで大正解の店を引いた時、うん、Uber で、うん、もうめちゃめちゃテンション上がるし、うん、もう今日全てがもう満足になる。もう今日やるべきことをやった。あ、そう、やり残したことない感が出る。もう達成したわけね、今日のノルマ。うん、終わり。やっぱりでも私はやっぱうどんだな。うどんなんだね。うん、うどんの方が合ってるし、なんかなんか、なんていうのかな、なんか、うん、なんか自分でもわかるよ。わかるでしょ、うどんっぽいよ、うん、うどんかそば、どっちの顔だって言われたら、うん、うどんだよ。うどんよ、うん、うどんとおにぎりって感じ。やめてよ、本当にさ人のことをさ、本当にそういう風に言うよね。ポケモンで言うとさ、ルージュラとかさマジでさひでえから私のことをルージュラとかうどんとかおにぎりって言うのあなたもよまずあなたもルージュラだしうどんにおにぎり顔よ。そうよね、そばよりなんか、そうよ、そばサイドだよ、あなたってますけど。そうよ、なんか上品なふりしてんのよね、人に言うときはね。そう、ほんとよ、棚上げがすごいよ。棚上げすごいよ、昨日からね、うん、昨日から棚上げがすごい自分のことゼロ個性とか、うん、地味な服装とか、うん、バレないとか言ってる。バレバレだから人のことをよく食べるわねって言うけど、食べてから一緒に。本当だよね、なんならちょっと多かったりするもんね本当に遠くでよく食べるわねってさ、おにぎり1個しか横で食べてない人がそれ言うんだったらそうねってなるんでさ。カレーとうどんとおでん食ってるからね。確かに一緒なことしてんだよ。なんでなんだろうね、なんか忘れんだろうな、そのなんだろうな、自分がやってることを。マジで私のことルージュラって時はもういい加減にしろって思ったけどルージュラじゃん、こっちもね、こっちが嫌だもん。私ルージュラめルージュラにはごめんやけど、ルージュラファンの人はごめんやけど私ルージュラ嫌だったもん。なんかポケモンだったら自分なんだと思うっていう可愛いその、うん、
修学旅行みたいな話が始まったのに、うん、へーとか言って、もう選んでる最中にルジュラだよね、もうそこで考えるのもうやめた確かにそうね、私もルージュラよね、うん、ルージュラよ、うん、おかしいよな、うん、うん、最初私も聞き入ってしまう、やっぱりそうなよく食べるよねって言っちゃったしたっけ、一回ね、うん、一回飲み込むんだけど気づくんでしょその後、うん、そう、えって誰が言ってんだうどんにおにぎり買う、もうあたかも自分がもうほんとそばの人みたいな、そうだよ、ヘルシーだと思ってんだてよ、絶対そば屋で丼物も頼むやろう、そうだよ、天丼食うからねしかもミニカツ丼とかじゃなくてもうノーマルサイズの丼あね、あのしおりさんね、この間2ヶ月前ぐらいにね、うん、一緒にね初めて映画をね、いやこれ言っちゃあれだけど予告が期待させすぎだったよね、ちょっとすっごい面白そうだったよねだからそうよ、だからあのあ、だから編集って怖いなと思ってたから、うん、あのこことこことここをかいつまんだら全く違う映画の予告になってるじゃんってなったね、うん、まあ、確かに実際にそことそことそこ出てきたんだよね、出てくるんだけど、こことここつままれたら全く違う映画を想像しちゃってたよ、しちゃってたよね、うん、そうなんだよね、あれ